ウォルター・ウィンター・ボトムはイングランドの元サッカー選手、サッカー指導者。ウィンター・ボトムはチェスター大学の体育学部を卒業し学校の教師を務めていたが、1936年にマンチェスター・ユナイテッドへ入団し、センターハーフとしてプレーをした。しかし1938年に脊髄の病気のため、25歳で選手としてのキャリアを閉じた。 引退後は指導者の道へ進み、第二次世界大戦後の1946年にイングランド代表コーチに就任すると、翌1947年5月に監督に昇格した。就任最初の試合は7から2でアイルランドに勝利した。その後、1963年までの16年間の長きにわたって監督を務め、FIFA ワールドカップでは1950年の FIFA、 ワールドカップ、ブラジル大会、1954年の FIFA ワールドカップ、スイス大会、1958年の FIFA ワールドカップ、スウェーデン大会、1962年の FIFA ワールドカップ、チリ大会の4大会で指揮を取ったが、スイス大会とチリ大会のベスト8進出が最高成績であった。監督業から退いた後、大英帝国勲章が授与された。 2002年2月16日、サリー州ギルフォードの病院で死去。89歳坊津。彼の死後、2005年に監督としての実績が認められ、イングランドサッカー殿堂入りを果たした。ありがとうございます。